公共曲第3番編法長長、メーデー作品20は、ドミートリー・ショスタコービチが1929年に作曲した公共曲である。公共曲第2番に続いて、単一楽章の作品だが、大きく5つの部分に分けることができる。最終部には、セミオン・キルサノフ作詞による合唱がある。内容、演奏形態から見れば、公共曲。 第2番の姉妹版であるが、異色作品であった前作と違い、ショスタ・コービチ自身の意思で作曲を始めたこと、命令の祝祭的雰囲気を表現するため、労働家など親しみやすい旋律を引用する一方で、前作に顕著であった前衛さんは影を潜めるなど、相違が見られる。ショスタ・コービチはこの作品について、私は全世界のプロレタリアートが連帯する、この祝日の雰囲気を伝え、 ソビエト連邦の平和なる建設を表現せんとした。闘争や熱意、それと継続の精神などが一つの赤い糸となってこの作品に表されていると述べている。西側諸国では社会主義を賛美する歌詞やその表題によりプロパガンダ音楽であるとして敬遠されたため、かつてはショスタコービチの公共曲の中でも第2番と同様に極めて演奏頻度が低かった。 現在は、第2番は、比較的演奏回数が増えつつあるが、第3番は、比較的演奏頻度が少ないままである。1930年の1月21日に、レニングラードのゴーリキー文化宮殿にて、シキアレクサンドルが浮く、レニングラードフィルハーモニー交響楽団によって、演奏された。この曲は、単一楽章であるが、前述の通り5つの部分に大きく分けることが、 できると言える。演奏時間は、約30分。アレグレット、女装ピューモッソアレグロ、シュブアンダンテアレグロ、ラルゴモデラート、合唱、最初の命令の日にいずれも4分の4拍子。ありがとうございます。